分かったの、ナイトメアの正体が。ナイトメアは人工的に作り出されたウイルスよ。レプリロイドに取り付き、 DNA データや思考プログラムなどのメモリーで書き換えて狂わせてしまう。場合によってはその強力な力で外見自体変えてしまうこともあるようね。まだ完全に解析できたわけじゃないから、そのあたりは全く分かっていないの。でもここまではイレギュラー化とほぼ変わらないわね。ああ、ほとんど同じだ。ナイトメアウイルスの本当の恐ろしさはこれからよ。取り憑かれたことによって暴れ出したように見えるナイトメア現象、実はあるコードを入力すれば自由に操ることができるようになるの。ナイトメアの本当の狙いはレプリロイド滅亡ではなく支配することだったのよ。それともう一つ、取り憑かれたレプリロイドがシステムを書き換えられるとき、耐えきれず死んでしまう場合があるの。通常のウイルスなら一緒に消滅するはずが、とても強力なエネルギーを持つナイトメアはレプリロイドが死んでしまった後でも単体で生き延びることが可能なの。ただあまりにもエネルギーが強力すぎて、特別なワクチンプログラムなしで直接ダメージを与えることができる。シグマウイルスより駆除するのは簡単かもしれないわね。一体誰がこんなことを。こんなものを作り出せるのは彼しかいない。昔私の同僚だったゲイト、あの調査員たち8体のレプリロイドは姿形が全く変わってしまったものもいたけど、昔彼が作ったもの、とても強力なレプリロイドだったので誰かが利用しているんだって思っていたんだけど、ナイトメアのプログラムのことも考えると彼以外ありえないわ。そのゲイトはなぜこんなことを。それは私がゲイトと同じレプリロイド研究チームにいた頃のこと。彼の作ったレプリロイドは全て優秀だったわ。彼以外では解析できないほどの高度なプログラムが使われて、その働きは想像を超える成果を収めたの。でもその性能の高さは危険だと考えられ始めたの。そんな中、課題を無視して危険な行動をとるようなレプリロイドも出てきて、彼の評価は下がっていってしまった。それでもゲイトは自分の実力を認めてもらうため、さらに高性能なレプリロイドを作り続けたわ。もちろん上司の命令を無視してね。そしてある日、事故と見せかけて彼の作ったレプリロイドたちは処分されてしまったの。上司の命令だったわ。その時私も何体か。そんなに危険だったのかい。いいえ、そんなことはなかったの。ただ彼の作り出すプログラムは高騰すぎたのよ。解析できない部分が多くて使用するのが難しかったの。それだけのことで。俺だって未だに解析できない部分が多いのに。
言いにくいんだけど、彼は最強と呼ばれる X とゼロ、あなたたちを目指していたの。究極のレプリロイドが簡単に解析できるようなものではまだ偽物だって。だから彼が作ったプログラムは誰にも解析できないほど高度なものになっていったの。私なんかよりはるかに優秀だったのに、課題をそつなくこなした私の方が昇進。ゲイトの実力は誰にも認められることはなかった。それからゲイトは孤立していき、こう言い残して去っていったの。必ず見返してやる。自分の実力を理解できない下等なレプリロイドを全て支配してやるって。彼の認める高性能のレプリロイドだけで理想国家を作る。それが彼の野望なのよ。ナイトメアはまさに彼の実力を理解できなかった者たちへの復讐、彼の憎しみの心そのものなのよ。止めるよ、そんな野望は。もうこれ以上レプリロイドの犠牲を出すわけにはいかない。そんな時じゃないんだ。人とレプリロイドと地球の未来のかかった本当に大事な時なんだ。ええ、一刻も早くゲイトの計画を阻止しましょう。彼を止めなければナイトメアもなくならないわ。わかった、ゲイトを探そう。さすがだね、イレギュラーハンター X。 僕の最高傑作まで倒してしまうとは。誰だお前は。僕はゲイト、レプリロイドの新たな統率者。レプリロイドだけの理想国家を目指す者。そのために下等なレプリロイドを消していると。お前、自分のしていることがどういうことか分かってるのか。今の地球はレプリロイドなしでは復興できないんだぞ。分かってるさ、今が絶好のチャンスなんだよ。僕の理想、レプリロイドによる新たな時代を作ることができる。やっと時代が僕に追いつこうとしている。誰にも邪魔はさせないよ。君の実力を特別に認めてやり、自慢の調査員たちを倒してしまったのだ。僕の研究所へ招待するよ。もう隠れたりしないさ。たとえ死ぬことが分かっている、君は絶対生きてくれる。待ってるよ、僕の研究所。
じゃあな。Yeah.